ヘアカラーを自然に取り除く4つの方法イメージチェンジをした後で髪の色が気に入らずに髪を痛めることなく色を元に戻したいと思うことがあるでしょうヘアカラーの髪への影響はかなり大きなもので色を変える前によく考えて決める必要がありますその場の勢いで間違った決断を下してしまうと 実際に髪を染める時になって後悔してしまうかもしれません。じゃあ、実際にイメチェンをした後でそのルックスが気に入らなかった時はどうしたらいいの思う人もいるかもしれません。ヘアカラーを取り除いて髪の色を少し明るくするのに家でできる方法がいくつかあります。ただし、どの色で染めたか、またヘアカラー自体の質など、 様々な要因によって結果が変わることもあるので注意してください。髪を染めるときによくある間違い。ヘアカラーをどうやって取り除くかを見ていく前に、ヘアカラーを使う際によく私たちがやりがちな間違いについて見てみましょう。次のようなものがあります。安価なヘアカラーを使う。安価なヘアカラーの中には、 髪が均一に染まらなかったり、抜け毛の原因になる製品があります。の記事によると、質の悪いヘアカラーの中には、頭皮を傷つけて痛みや、フけの原因になるものもあります。髪が長いのにヘアカラーを一箱しか買わない、髪全体に均一に塗れるだけの量がなく、良い結果が得られないことがあります。 染めた後に正しいトリートメントをしない、金髪、赤、ゆかりなどのはっきりとした色を使った時です。このような場合にトリートメントを怠ると、色が落ちていってオレンジっぽく色あせてしまいます。ヘアカラーを自然に取り除く方法。ヘアカラーを自然に取り除く方法は、民間療法の一部です。そのため、 その安全性や効果について、科学的な裏付けはまだありません。もし何かおかしなことに気がついたら、すぐに使用を中止してください。これらの効果はすぐに現れるものではなく、使用する際には慎重に行わなければならないことを忘れないようにしましょう。仮眠が細かったり柔らかいと、痛めてしまう場合があるからです。また、 安全だと確信できる方法であっても、髪のごく一部を使ってテストをしてみることをお勧すすめします。そうすれば、何か異常があっても確認ができます。1. ヘアカラーを取り除くヘアパック。このリンゴ酢を使ったヘアパックは、少しずつヘアカラーを落としていくのに役立ちます。酢は自然のコンディショナーや、 艶出しとして機能します。ただし、仮眠が細かったり弱い人や、頭皮が敏感な人には刺激が強すぎる可能性があるので注意してください。このような人はこのヘアパックは避ける、もしくは少量を慎重に使ってみるようにしましょう。必要なもの、アップルサイダービネガー、大さじ4、40メートル L。シャワーキャップ、作り方、 容器にリンゴ酢と水を入れます。リンゴ酢がよく溶けるまで混ぜます。使用方法、紙全体につけます。紙全体に液が行き渡った状態で、数分間頭を軽くマッサージします。頭にシャワーキャップをかぶり、数分置きます。数分経ったら、たっぷりのぬるま湯で頭をすすぎましょう。 ヘアカラーの色が濃い場合は、最大で週3回まで繰り返すことができます。また、髪の量が多い場合は、それに合わせて量を増やしましょう。2、シャンプー。吹け防止のシャンプーには、硫化セレンが入っていることがよくあります。これに重曹の漂白効果が加わると、髪の色を落とす助けになります。 ただし、この方法の効果はすぐに出るものではなく、段階的です。効果を出すには、最低でも週に2回行いましょう。また、髪が傷んでいる場合は使用を避けましょう。材料、拭け対策シャンプー、必要なだけ、重曹、大さじ2、20G、必要なもの、ガラスの容器、作り方、 普段使うシャンプーの量をガラス容器に入れます。これに重曹を入れて、均一になるまで混ぜます。使用方法を、シャンプーをするときのように紙につけます。全体に広げてマッサージをした後、数分間そのままにしてください。最後にぬるま湯でしっかりと洗い流してください。注意、重曹は髪をかなり乾燥させるため、 量は最小限にして、それぞれの仕様の場に、時間を置くようにしましょう。色を落とすために、1週間の間に何度も使うと、髪がパサパサになる可能性もあります。3. レモン果汁。レモン果汁とオートミルクを使ったヘアパックは、染めてある髪の色を落とすのに効果的です。しかし、あまり長く髪につけたままにしておくと、 眠が乾燥します。適量を心がけ、置くのは最大で5分までにしましょう。もし何か異常に気がついた場合は、すぐに使用を中止しましょう。材料、レモン果汁、ご滴温めたオートミルク、必要量、使用方法、容器に両方の材料を入れ、均一になるまで混ぜます。 これを紙に塗って、数分置きます。その後ぬるま湯でよくすすぎます。4. レモンとオリーブオイル。レモンはその3が色を落とす助けになります。しかし髪を傷める心配もあり、量は最小限にし、しっかりと保湿できる別の材料。例えばオリーブオイルなどと組み合わせて使う必要があります。 材料。レモン汁、指摘、オリーブオイル、必要なだけ、準備、両方の材料をボウルで混ぜます。使い方、まず、お風呂でいつも通りに髪を洗います。シャンプーをつけたら、しっかりお泡を立てて洗い、5分そのまま置きます。シャンプーの上から、レモン汁とオリーブオイルの液をつけます。 円を描きながらのマッサージで髪全体にこれを広げ、さらに5分置きます。最後に髪をたっぷりのぬるま湯で流します。色を落とす際には最新の注意を。ヘアカラーの色を一発で落とせる方法はありません。しかし、家でできる方法で少しずつ色を薄くしていくことはできます。ただし、 特に髪が傷んでいる場合や、頭皮が敏感な人は、常によく注意するようにしてください。効果的かつ髪を傷めずに、ヘアカラーの色を抜くためには、よく下調べをして知識をつけ、できれば美容室へ行って、プロに頼むのが良いでしょう。そうでなければ、忍耐強く待って、髪を洗っていくうちに少しずつ色が抜けていくのを待ちましょう。 特に今の髪の色が気に入らない場合は待つのが難しく感じられるかもしれませんが、髪を痛めないためにも必要なことなのです。